私たちの物質の世界を支えているのはこの目の見えない世界なんです。この目の見えない世界は平たく言うとエネルギーなんですよね。私たちは愛も感じられるし。ダーピープル&岩戸開きチャンネルをご視聴の皆様、いつもありがとうございます。マーソロミューです。今回もゲストにマギホンさんをお迎えしていろいろお伺いしたいと思います。マギさん、よろしくお願いしまよろす。しくお願いいたします。前回は霊障のこととかすごくお伺いしたんですけども、今回はサイキック能力といいますか、マギーさんはそういうサイキック能力を伸ばす講座とかも行われてると思うんですけども、誰にでもやっぱりあるもんなんです誰か？にでもあります。この理由はなぜかというと、私たちの本質は肉体ではなくエネルギー体ですね。現代社会は物質世界なので、みんな目、肉眼で見えるものだけが真実と思うようになってきたんだけど、でも私たちの世界は見えるものだけが全てでしょうか。それだけ考えるとまず見えてくることいっぱいあるでしょ。例えばこのテーブル、水とか形あるものが見えます。じゃあ家族を思いやる気持ち、友人との友情、例えば愛情、あるいは勇気、こういったものは目に見えますか？見見ええないなでいすよね。ね。じゃあ見えないものは存在しないんですか？そんなことないですよ ね。音楽もありますしね。そうでしょう。つまり案外私たちの物質の世界を支えているのはこの目の見えない世界なんです。この目の見えない世界は平たく言うとエネルギーなんですよね。私たちは愛も感じられるし、勇気もあるし、楽しさ、嬉しさ、これもエネルギー、音楽もエネルギー、これを感じ取れる。ということは、その感じ取れる能力は体の感覚だけではなく、その愛を感じる力、これ学校で教えてないでしょ。でもみんなわかるじゃない。つまりみんな誰でも生まれつきエネルギーを感じる力あるんです。ただこのエネルギー感じる力はいっぱいあって、まあ今大まかに使われてる目の見えない力、エネルギーを感じる力、超感覚、超能力と言います。サイキック能力、スピリチュアル能力、実は全部このエネルギーを感じる力、これは十何種類もあるんです。私がよく行われるサイキック能力鑑定お茶会、例えばあなたはどういう能力があって、この十何種類の中で、透視力持てますか、レベル0から9までいくつあるか、それコンディションが0から100まで何パーセントあるか、じゃあ100%開けない、能力あるのに使えない、妨げてるのはブロック、トラウマ、封印、黒魔術の呪い、なんか他の問題、それも全部チェックして、というチェックリストを作るのがサイキック能力鑑定お茶会です。なのでこれが、考えついたのは、実は今まさにご質問いただいたように、皆さんが自分はどういう能力あるかわからない。そうすると占い師に言われて、あなたはこういう力あるよとか、あなたはこの道向いてるよと言われても、じゃあ具体的に力あるのになぜ自分がわからない、じゃあこの力あるのに何をどうすればいいのか、はたまた一生懸命スピーチの学び、サイキック能力開発の講座いっぱい勉強してるのに、見えてるようか見えてないようか つながってるか、つながってないか、これを笑うことではないけど、私自身も体験がある。これはつまり自分の能力が把握できてない、
強みがわからない、うんうん、例えば直感型の強い人はサードアイ映像を見る前にもう直感ってすぐ分かっちゃう、うん、でもそういう方がそれを知らずに、映像を見ないとわからない、映像を見るまで頑張り続ける、うん、それはすごいもったいないです、うん、なので私が教える時にその人その人の強み全部チェックして見つけてあげて、それを基準にしながら他の能力を開発していくというやり方を教えているんですね。いろんなタイプがあります、あるということですよね。サイキック能力は、簡単に言うと皆さんが一番よく耳にするのは透視力、うん、要はここにないもの映像を見る、この映像を見る目はサードアイと呼びます、うん、これはエジプト自体はホルスの目と呼ばれて、うん、これはアカシックレコードともつながってるし、実は神の目ともつながってる。なのでサードアイがどんどん開いていきますと、時間空間を超えて全てが見える、過去現在未来平行次元平行宇宙全ての情報全部見える、うんうん、あと盗聴力、私たち今この世界は言葉喋って初めて聞こえるですよね。でもこの肉体の耳で聞こえる盗聴力というのは音ではないです。エネルギーを音に変換する、うん、なのでこの能力を持ってる人はよく空耳という現象が起きる、うん、誰か読んでる、誰か喋ってる。で、あと皮膚の感覚で感じる人いる、うん、物理的に例えば空気冷たいか暖かいかによって私たちは温度を感じるじゃない。でも何もないところで突然に寒気がしてくる、うん、鳥肌立つ経験ありますか？僕はあんまりない。不思議ですよ、ここだけ鳥肌が立つ。それなんかそういういかにもなところ ですか？いかにもなものが寄ってくる、そういう体感の人ですとそういう反応がある、うんうん、その体感系のサイキック能力ない人はそういう現象は起きないです、うん、だからそれができる人結構パロメーターです。あ、うん、あと面白いのは匂い、うん、香りに変換してあのエネルギーを感じ取るサイキック能力、うんうん、これは、すごい少ないですね。1万人の中に1人いるかいないか、うん、私の知り合いの中で天使が来るとバニラとか蜂蜜のような香り、うん、突然に何もないのに感じる、あと女神たちが来るとお花の香り、うん、それでその方はあ今女神が来た、うん、天使が来たって分かる、うん、でも逆に先ほど言った、浮遊霊不浄物霊、悪いものが来ると錆びてる匂い、腐った卵の匂いとか、うん、何もないのに生ゴミのような匂いとか、そういうエネルギーを香りに変換して感じ取る、そういうのもサイキック能力です、うん、でも混乱しやすいよね、その人たちあの混雑した環境の中でよくよく観察しないとただの匂いで見過ごす、うん、先ほどの皮膚で感じる、うん、それも意識しないと見過ごしてしまう、うん、あと、うん、エンパスは日本人にすごく多いですね、うん、5人に1人と言われてる、うん、エンパスの方は他人の状態を全部吸い取る、うん、なので相手の状態が良ければこっちも良くなる、相手が病気だと自分も同じ病気のエネルギー吸い取って、自分が病気の波動に共鳴して自分も具合悪くなる。あとこのエンパスの能力を持っている方がもしお医者さん看護師
セラピストだとすっごい患者さんが言わなくてもどこか悪いもすぐ分かる、うん、そういう素晴らしい力発揮できる、うん、あと、サイコメトリという変わった能力があって、はい、その場に行くとその場に何があったか何が起きたか、感じ取る力、あと予知力、これもサイキック能力ですね、うん、予知力を持っている方はよく見るのはだいたい白昼夢あるいは予知夢、寝てる間にもしくはうとうとしてる間に夢のように何か情報、ドラマ、ストーリーのように受け取る、寝てる時見る人多いですね。私のクラウンドさんの何人かも東北大震災の前に津波何度も見たと、ただその方々がもっと浄化して他のチャクラの機能をもっと、レベルアップして情報が統合できるといつ何時津波起きるか分かる、でもチャクラがちゃんと統合してなく、本人のブロック、トラウマがあると情報がぶれる可能性あります、まあ、他のサイキック能力も同じように言えるんです、あとヒーリング能力、他人を治癒する力、チャンネリング能力、コーチの存在と会話する力、あと亡くなった存在と会話するつながるメディア、リーディングする力、これも全部サイキック能力です、なるほど。自分の能力は何が持っててそれをどういうふうに使うのは学校で教えてないからみんな困るんですよね、気になるけど、あと人によって結構虫の知らせすごい強い、虫の知らせもこれも一種の予知能力なんですね、なのでこういう方々をしっかり鍛えて磨いていくと、日常生活ってすごい力発揮する、私の知ってるすごいグローバル企業の社長さんとそのエリートの社員たち、みんなサイキック能力開いてる、私はテレパシー能力を持ってるので、相手が何を思ってるか感じてるか見えてるか私全部わかる、なのでそれ言うとみんな怖いと言うんですけどあの普段は使わない、だってそれ使うとしょっちゅう全開するとすごい使える、でもこの能力がクラスで教える時に生徒さんが今何を見てるか何を見えてないか原因は全部わかるので、なのでそういう能力を見つかる、テレパシー能力持ってるということは相手の気持ち感じ取れる、まあ、先ほど言ってた一部上場企業の人たちは、ビジネス商談するときに相手の気持ちキャッチできるじゃない、そうするとすごい自分に有利なように運べますよね、なのでそういう人たちが運営に行けるんです、成功しやすいです、そうですよね、日本はまだ聞いたことないけど中国、ロシア、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、いわゆる世界の先進国がこのサイキック能力の研究センターみんな持ってるんです、アメリカの FBI でさえも、こういう霊媒師の人が FBI の検査官として働いてる、科学では情報を全然収集できない場合は結局最終的に人間の超能力を使って情報を収集するということをもうすごい先進国みんな次世界大戦以降すごい進んでる、日本未だにまだ怪しいとされてるの本当にもったいないですね、じゃあこのサイキック能力持って日常生活で何役立つかというと、私みたくサイキック能力全開した人は
家を買うとき相手はどこまで値引きできるか全部わかる。例えば何千万の家を何百万値引きもできる、うんうんうん、で私はこれを仕事にしてるわけなので、うん、例えばこの数億のマンションを売りたい、でも相手はすごい安い金額を言ってきた、うんうん、じゃあこれ交渉できますか、このままの金額で売りたくないけどいくらで売れますか、それを投資もテレパシーも能力全部できた時に、うん、いついくらで売れるも、そういうの全部できる、うん、なのでこれは一つの例です。なので超能力ができると人生がすごく有利になりますよね、うんうん、これできた人ほうが楽じゃないです実用的ですよね、超実用的、ね、うん、うん、ほとんどの人はそういう自分のサイキック能力、まあ、気づかないでもいると思うんですけども、気づくくらいになるレベルくらいに発言するように、なんかこう日々のトレーニングじゃないですけど、例えば瞑想するとか、いきなり瞑想結構続かないじゃないですかありとあらゆる瞑想法そうですよね、浄化することは大前提です、うんうん、そう、うん、なので、うん、自分のエネルギー常にきれいに保つことによって、うん、より繊細のエネルギーキャッチできる、うん、浄化しないでサイキック能力どんどん開いていく、勉強していくと自分のフィルターいっぱいある状態で情報を受け取るので、フィルターで誤った判断になりやすいですね。例えば恐れ心配症のフィルター持ってる人は見た情報を全部心配の方に解釈しちゃう、うんうん、あるいは心配する情報しか引き寄せない、うん、しか見ないようになる、うん、なので浄化というとやっぱりしっかりお塩風呂入りましょうという、うん、これは誰でもできること、うんうん、あと水、きれいな水しっかり飲む、うん、とあと食品添加物、食品添加物も実は経絡ブロックしますので、うん、経絡はエネルギーの通り場ですので、うん、経絡ブロックされた人、チャクラブロックされた人はサイキック能力はもうある程度しか発揮できない、うん、なので日常生活自分の体をきれいに整うことはとても大事ですね。あともう一個注意すること、薬、風邪薬、痛み止め、いい薬、アレルギー薬、睡眠導入剤、精神科の薬、これ全部サイキック能力全部ブロックします、うん、で長年飲んでた方、もしくはある時期すごい飲んでた方、必ずデトックスするといいです、うん、あるいは経絡の浄化、チャクラの浄化しっかりやれば、そうするとサイキック能力がちゃんと使えるようになってきます、うん、これやらないで一生懸命勉強をしてもなかなか上がらない、うん、ストレスがたまるばかりです、うん、でもやれば案外見えないものがすごく見えるようになるので、うん、ぜひやってみてください、うんうん、じゃ本気でそれを伸ばしたい方はじゃあマギーさんのセッションにおすすめします、おすすめということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。